たんです。あーマジかー。この作品は突然モテ期を迎えたサラリーマンを主人公に、乙女心を隠し持つ上司とイケメンの後輩との三角関係を描く恋愛ドラマです。中でも注目されたのがヒロインを演じる吉田さんの数々の乙女な演技でした。やっぱ会いたくて会いたくて震えちゃった。こわもての吉田さんの乙女な演技が話題になって、公式インスタグラムのフォロワー数が40万人を超えるなど大きな反響がありました。そして注目の最終回では、吉田さんが男らしいプロポーズに挑戦します。僕と結婚してください。お願いします。気になる恋の行方は、おっさんずラブ最終回は明日夜11時15分から放送です。もう本当最終回どうなるか分からなくてドキドキします。